えーどうも、こんばんは。えー、今日はですね、4月の10日、えー、っと、水曜日。はい、水曜日なんですけども、えー、ちょっと今日の、まあ、トレードを解説をしていきたいなと思います。久々のトレード解説動画に、えー、なるんですけども、まあ、ちょっとですね、どういうトレードをしたのか。 えー、サクッと、まあ、参考になればなぁというような軽い感じで解説をしたいなと思ってて、で、えー、っとですね、えー、でですね、まあ、あの、今日ユーロドルをやったんですけども、えー、まあ、ユーロドルをやったのにもちょっと理由がありまして、で、えー、まあ、あの、ちょっと冷やしから見ていきたいんですが、これがまあ、ユーロドルの冷やしなんですね。で、 まあ、こうやって見た感じ、まあ直近からこう、ずっと下落していったのが、まあ今、こう、一旦上に、まあ抜けてきていると。え、で、直近の戻し高値を、まあ一応突破してるんで、え、ここから上に切り返す、トレンド転換していく動きがあってもおかしくはないっていうような状況ですよね。で、僕は、 ユーロドル、今日、ショートで入ったんですね。まあ、ここが上がってきてるっていう場面なんですが、それでもう一応ショートで今回入ったっていうのは結構、えー、今日は自信があって、まあ、ロングでもいいんですけど、まあ、普通はロングなんですよね、多分。これ、切り返して上がってきてるんで。で、さらに、まあ、ここアウトサイドバー作って、あの、アウトサイドバーの動画解説も確かブログにあるんで、 まあ見ていただければって思うんですけども、まあ前日が、えー、はらみ足で微妙に。で、この転換した足は、一回安値を、この前日のこの4月3日安値を抜いた後に要線で上で引けてるんで、これは強い反転パターンなんですね、これは。こういう局面、しかもダブルボトム、こういう局面っていうのは、あの、非常にその後の上昇が強くなるんで、このぐらいの場面ではロングは、 かななりいい感じなんですね転換の初期っていうのが一番エネルギーが反,反発するエネルギーが出るんであの一気に巻き返しの動きが出やすいで、まあ、ある程度上がってくると飽和状態になってきてあの散漫な値、ね、動きになってあんま強い、あのー、上昇はあんまり起きなくなってくるのと一発でトレンド転換そもそもするのかとこの状況でっていうところが一つあって今はまああのー 欧州の問題がまだまだくすぶってるんで、そんなね、この局面で一気にトレンド転換していくことは非常に考えにくいっていうのが個人的なあの僕の意見なんですね。あの、これはどうこうっていう、これは正しい間違いっていうか、自分はそういう仮説を立ててるっていうだけです。だから別にそうじゃない人がいても全然いいと思いますし、いやーもうユーロ、欧州大丈夫だよみたいな、もうこっからガンガン行くよみたいなふうに、あのー、考えてこの上昇を が継続するという仮説で買っていく人も別にいて全然いいと思うんですね。別にとしてもいいと思うんですね。で、まあ僕はただ単純に一発は行かないと思ってるんで、基本的には。で、まあある程度上がったところで売りを狙いたいなというような、まあ、目線でいたということですね、単純に。で、あともう一個の要因として、えっ、ー、と、これはドル円の冷やしなんですが、見た通り非常に強い。で、まあアップトレンドを作っているのと、 えーまあ、今、最高値を更新していっている状態であると。とりあえず、まあ、円が強いということですね。円の売り圧力が非常に強いと。で、こっちがユーロ円ですね。こっちも、あのー、直近のこの辺の、えー、2月あたりの最高値をもも抜いてきているとで。これも新値更新をして、えー、アップトレンドを形成している。ここのレーンジ体からのブレイクアウトが発生しているっていう局面ですね。 で、ドル円もブレイクアウトが発生している。がしかし、えー、その、ドル円と、えー、ユーロ円に比べて、えっ、ー、と、ユーロドルは、えー、それに比較すると弱いということが言えるわけですね。ドル円、この冷やしのチャートなんか見てもまさに、一番弱い、この三つの中で弱いのはユーロドルであると。で、まあある程度このドル円、円のこの、円売りのちょっとこう、影響を受けて若干、あの、ユーロが、 買われている。あの、釣られて買われている。ええー、という見方も、まあ円、まあユーロが買われたっていうよりかは、ショートカバーと、まあその、ドルの、ええー、ドル買いですよね。ドル買いが、ええー、多少を、 あドル、ごめんなさい。ドル売りが入ったという見方が有効なのかなと、まあ。とりあえず一旦ここで、まあ、ショートカバーが入った。で、まあ、ある程度、えー、ちょっと今喋ってていいどっちかよくかわからなくなってきたんですけど、まあ、置いといて、えー、へとりあえずこの辺の、あの、金融緩和策の発表があったんですよね。 あのー、日銀の。で、まあ、その影響を受けて、まあ、ユーロも若干釣られて買われちゃったぐらいの感覚で見てるって、ファンダメンタルズっていうか、その、バックグラウンド的な、その、ファンダメンタルズ的要因っていうのは何一つ解決していないと。現時点では。そこからの急反転、急転換っていうのは考えにくい。どっちかっていうと、この後方向性が、えー、あまり明確ではなくなってくると。で、一旦押,押されると。 いうような。まあ、あの、冷やしレベルで、ここ、ボリンジャーバンドの上の、何でしたっけプラス2シグマにも当たってますし。で、ここにレジスタンスが結構溜まってるんですよね。これユーロドルですけど、これ今度4時間に切り替えたんですけど、ここ見てわかる通り、えー、ここに山が何個かあって、ここ抵抗体になってて、ここを、そうそう簡単に一発で突破してくることはあんまり考えにくいという風に見てました。 この辺、特にこの辺とかこの辺とか簡単には突破できんと。で、ただここを抜けてくると、まあ次はここの戻し高値っていうのが非常にターゲットとしては機能しやすいですよね。目立ちますし、ここまで上昇してくる可能性を含んでいるんですが、現時点ではそこまで行っていないと。で、えー、っと、 ま、これ全部今話してるのは環境認識の話なんですけども、で、そういう状況下にあると、そういう環境にも相場があると。ユーロドルは、あの、ユーロ円、ドル円に比べて弱い。で、そこで、えっ、ー、と、ユーロドルのまあ売り局面を探していたと。で、1時間足を見ると、えー、こんな感じになってるんですね。で、えー、まあ、ここの、まあ、高値を、えー、ここで突破しましたよと。 ここで突破しましたよと。で、こうやって、えー、アップトレンドを作っていったんですが、ここで、えわ、ー、かりますかね。直近の高値を抜いたブレイクしたんですが、髭で押し返されて、また内側に潜ってきたんですね。ここを、あのー、僕は売りたいと、売ろうと、えー、思って、えー、さっき、さっき今日ですね、見てたんですね。で、えー ああ、抜け切れてないなと思ったんです。で、しかも長期足がさっき解説したように、えー、今ここレジスタンスが非常にこう、効いてるようなポイントになってきてるんで、こことかこことか、えー、一旦押し返されてもおかしくなかろうということで、えー、売りですよね。で、1時間足がこんな状況で、えー、そこで、5分足に、まあ、切り替えたわけですけども、これ5分足です。 で、見て通り、見たらわかる通り、ここを確かに、ここから突破してブレイクしたんですが、また潜ってきてしまったわけですね。で、1時間足でもう上着がついていた。で、えっ、ー、と、潜って、えー、一旦上行って切り返してきたところで、この辺で多えー、ショートを打たんですね。この辺ですね。この辺で僕はショートを入れました。で、 えっと、損切りポイントは、えー、当然最高値です。最高値を抜いてきたようであ、抜いてくるようであれば、もうここは投げるしかないんで、えー、ここを投げないと非常に危険ですからね。トレンドが継続、あのー、する可能性が非常に高まりますから。で、えー、っと、まあ、打って、ショートで入って、そのまま保有して、まあちょっとここで引かされたんですが、ここまでは、まあラッキーなことに来なかった。という。で、落ちてきて、 で、ルグイポイントは、あのー、もう、それも、はっきり決まってて。まあ、ちょっともうちょっと分かりやすいように、15分足とかで見ると、えっと、まあ、ここがですね、ここの直近のこの、新値更新のブレイクアウトの起点になってるんで、ここまでは、ま、試しに来るだろうというところで、ここら辺、辺がターゲットですね。この辺でリグーと一旦。 っていう形で,すでここを下抜けてきたら、まあ、次は、えっと、こことか、あとはここですよね。ここか、ここ。この辺ぐらいまでは、下落予知が出てくるっていうことです。まあ、短期的な流れでですよ。長期的にはまた変わってくると思うんですけど。で、まあ、そういう感じで、えー、っとサクッと、まあ、トレードをした、まあ。結構保有時間長かったんですけど、まあ、それでも、あのー、まあまあいいかな、いい感じで取れたかなっていうトレードですよね。 25ピップスぐらいですか多分。まあ、あのー、悪くないトレードかなっていうところで、えっ、ー、とー、まあ、ちょっと、どういう流れで今回エントリーしたのかっていう、まあそのエントリーポイントっていうよりも、このエントリーするまでの、その、戦略的な部分をぜひ参考にして、まあ参考にしなくてもいいんですけどね。別に <laughs>、あの、自分のやり方でやればいいかなと思うんですけど、まあ一つの、 こういう方法もあるよっていうところで、まあ、あの、棚にしまっといていただければなっていう感じですね。僕はいつもこういうやり方で、しかもま、逆張りの方がどっちかっていうと好きなんで、こういう騙しからのあの、逆張りっていうのが非常に好きなんですよね。で、結構大事なポイントとして、ここで、 一旦戻してきた時、引かされてたんですが、これって結構重要な局面なんですよ。こういう局面って。一回ここ抜けた後潜ってきて、もう一回行くと見せかけて、ちょ、前回の高値まで到達できずに下切ってきて、ここの揉み合いを下に抜けてきた時っていうのは、もうこれは、このパターンほぼほぼもうここまで行くんですよ。もうこの、え、ある種ダブルヘッド えー、ダブルヘッド。あれダブル、ダブル、あれダブルヘッドでしたっけちょっとなんか用語がちょっとわかんなくなっちゃったんですけど、なんだったかな。ダブルヘッドだと思うんですけど。まあ、とりあえず、ここと、ここ。で、ここって重要な、あの、分かれ目で、この、ここ到達、直近高値到達できずに落ちてくるか、えー、このまま戻しでさ、この高値をいもう一回突破してくるかで、その180度、 あの、流れが変わりやすい局面なんですね。だから、ここで、えっ、ー、と、ビビらずに直近の高値まで耐えて、耐えれるかどうかっていうのがここ大事なんですよ。ちょっとしたこの揺り戻しで損切っちゃうのは一番もったいない。いい局面で入れてるのに、その、テクニカル的な部分が弱いから、ここでビビって感覚で切っちゃうから、ここまでの流れを悔しい、あのー、悔しい思いで見なきゃいけなくなっちゃうんですね。 そういうところ、ちょっとした差なんですよね。あのー、そういう細部、まあ、神は細部に宿るっていう記事前書きましたけど、細かいところをしっかり意識していくことと、対極感と、両方がやっぱ大事なんですよね。森を見るっていうことと、木を見ること、両方が大事だと思うんで、どっちが欠けててもダメですから。はい。っていう形で、まあ、あのー、今回のちょっと、4月10日水曜日のトレードの解説でした。 うんと、なんか説明し忘れてることがないかといいんですが、えー、非常にまあ今回はこれ分かりやすいパターンかなっていうふうに思ってますね。で、こっからのポイントとしては、これ一時監視なんですけど、えっ、ー、と、ここが一応押し目ですよね。このトレンドの中の。ここが。ここの攻防戦になってくることはまあ大体分かるわけですよ。ここを起点にまた上を、 この最高値を突破してくるのか、えー、レンジに今度は移行するのか、こういうレンジでか、ここが突破してくるのか、ここを割ってきて、今度は下落の流れに入っていくのかっていう、あの、ここは結構わかりやすい局面かなと思ってます。この後のあの展開次第ではまた攻めやすい局面が来るんで、そこを狙っていこうかなというのを追ってます。で、えと、ドル円と ユーロ円は、ちょっとこれね、やりすぎでしょっていうような上げなんですけど、まあ、あのー、まあ、とりあえず強いと。今のところ。今のところ強いと。期待感でこんなに行っちゃっていいのかという <laughs> ところもちょっと思うんですけど、どんだけ、どんだけ、あのー、先走ってんだと。えー、まず、あ、何も、あのー、実際政策っていうのは、 ま、日銀発表しただけですからね。金融緩和、さらなる金融緩和するっていうのは何もまだしてないし、あの、いわゆるアベノミックス的な経済効果っていうのもまだ、あのー、出ていない。現実的には、あの、まだわからない。どういう効果があるのか。まあ、えー、さらに若干物価がこう上がってきちゃっている。あの、円安によって。まあ、ただね、あれも、円安ってそもそもがまだ100円すら言ってないわけですから、 それでなんか物の値段が上がるっていうのは、ま、いまいち、あの、ちょっとよくわかんないんですけど、その辺の、あの、どうなってるのかっていうのは。まあ、ただ、まあ、そんな今、プラスの、実体経済にはプラスの要因というのはまだそんなに見えない。えー、っていうところですね。まあ、あとは金利が今後どうなっていくかですね、長期金利が。長期金利が上がっていくのが、えー、どうかっていうのも一つのポイントですね。で、とりあえず、ま、基本的にそのインフレターゲット2パーって決めてるんで、金利っていうのは、まあ、ま、あ ほぼほぼ上がっていくっていうことはもう、ほぼ間違いないんですけど、その過程で、まあ物価とかが上がっていくのと同時に、まあ金利が上昇していくと。で、あとは不動産市場ですよね。にもちょっと注目かなっていう。で、えー、最終的にその、我々のその、例えばその給料とか、そういった部分っていうのは基本的には、 影響出てくるのは、やっぱ、後の方なんで、まずは、その、直接通貨による影響がある、その、輸入、輸出関係ですよね。あとは、金利。そういうものに、まずは、あとは、まあ、リートとかの不動産の、あの、価格。そういったものに注目するのも、あの、面白いのかな、というふうに思ってます。で、あとは、まあ、報酬がどうなるかですよね。あの、まあ、 誰にも読めないですけど、えー、なんとか、あの、いい方向へ行ってくれればなと、個人的には思ってます。はい。ということで、えー、以上です。えー、ご視聴どうもありがとうございます。